お尋ねします、この辺りでついさっき涙の落ちる音が聞こえた気がして駆けつけたんだけど、誰の涙かな。そういや君は随分赤い目をしてるね。そうだ、いくつかの物語をプレゼントしてあげる。ちゃんと読んでおくこといいね。それじゃまた後で。世界に誰もいない気がした夜があって、自分がいない気分に浸った差があって、目は閉じてる方が楽、夢だけ見ればいい、口も閉じれば切れる、嘘は聞かずに済む。そうやって作った頑丈な扉、この世で一番硬い壁で囲んだ部屋、ところが孤独を望んだはずの両耳が待つのは、この世で一番柔らかいノックの音。きっと今もまだ震えながら笑おうとして泣いて、音のない声で助けを呼ぶ。それは正しい姿。ああこのままだっていいんだよ、勇気も元気も生きる上ではなくて困るものじゃない。あって困ることの方が多い。でもさ、壁だけでいいところにわざわざ扉作ったんだよ。嫌いだ全部好きなのに、大丈夫、君はまだ君自身をちゃんと見てあげてないだけ。誰だってそうさ、君一人じゃない。ひどく恥ずかしいことで、でも逃げられないことで、そりゃ僕だってね、そりゃ僕だってね。本当に面倒なことで、誰にも頼めないことで、そりゃ僕だってね。まあいいや、少なくとも君には味方がいるよ。プレゼントの物語の中の住民たち、さあこれから何をするんだい。僕はもう行かなきゃ、ほらまたどこかで涙の落ちる音。